ホブネ・アービング・ジョンソンの座礁。数日後に救出。座礁とは、船舶が暗礁や斜瀬に停触したり乗り上げる事象。厳密には座礁と座礁は区別されるが、座礁を含めた講義の総称として座礁ということもある。元々の用事は座礁である。なお、座礁とは本来は、船舶が岩礁等に乗り上げることであるが、 クジラやイルカなどの海洋生物が潮流で乗り上げてしまうことも座礁と呼ばれる。座礁クジラも参照。基本的には海難事故として発生している。世界的には衝突、火災、転覆、浸水、機関故障等に比べて発生率の高い海難事故である。座礁事故はノームなどの視界不良、航路の誤認、衝突の回避など、 構想中に発生する場合と、公転飛行時など停泊中に、波浪や風圧で送病、圧流させられ発生する場合がある。ただし例外的に、沈没を免れるために意図的に座礁させる場合や、軍事的な港湾封鎖や、海上防衛のため、故意に船舶を座礁させる場合もある。2012年1月、イタリア。コスタコンコルデアの座礁事故でできた船底に空いた。 穴講義の座礁には衝突と乗り上げがある。衝突訂正や旋回乗り上げの場合は、満潮時に自力離床できる場合もあるが、船の大きさや波浪、潮流、海底の状況によっては、船底が大破したり転覆する場合もある。軽微な座礁は、大潮の満潮時を利用して、タグボートにより離床させることもあるが、重度の座礁は、波打ち材で解体するなどの措置が取られる。 日本では外国船を中心に放置されることが多く、地元自治体が多額の費用を払って撤去することを余儀なくされる例も見られたことから、2004年には船舶所有者への保険加入の義務付け、無保険船への入港禁止を盛り込む形で、油田損害賠償保障法が改正され、船舶油田損害賠償保障法となった。 学術的な競技の分類では、生きたまま陸域または生乗り上げることを座礁、死亡した状態での乗り上げは漂着という。英語では、ストランディングといい、特に生きたまま座礁する場合は、ライブストランディングとも呼ぶ。クジラやイルカの場合、生存時には人為的に海へ返すための作業が行われる。海洋生物が座礁した後に死亡した場合、その死体は主に行政によって解体。 砂浜への埋設、沖へ栄光して登記し、敵に処分される。ありがとうございます。